これがね、LED がね、他の色やっぱ欲しいね。おー、これ素敵じゃん。はい、今回は気になったガチャポンあったんで買ってきました。ちょっと3色チャレンジじゃないんだけどね、たまにはこういうのもありかなと思って。この炎の形を見てわかる人好きだね。はい、かがり火ライト、こんな感じ。あれ、カラーじゃない、赤、朱色、青色、紫色っつってね、4種類あったんだけどね。だからライトをねつけるとね、こういう風に。で、今回は赤がそうです。かがり火いいね。ちょっと組み立ててみようか。はい、中身はこんな感じ。これが炎だね、これ台かな。で、ここに3本もうね、めっちゃ簡単だよ多分。ん、違う、意外と簡単だよ。こうしてここ、あれ、意外と長くない、意外と長い。はい、組み立て完成かな。で、これを束ねる。こんな感じか。サイズ的にはこんな感じだね。これが LED なんで、今点灯してみましょうか。お、いい感じじゃない？なんかマイクラの炎みたい。いいね。これをこうすると、おー、あ、すごい、なんかすんごいいいね。うわー、これ綺麗。あ、めっちゃいい。これがね、 LED がね、他の色やっぱ欲しいね。あー、これ素敵じゃん。プラモに合うね、このかがり火。いやー、超いいんじゃない。これもね、プラスチックっぽいんで塗っちゃいます。単純にあれだよね、結構かがり火のやつ調べたんですけど、木っていうよりはなんか鉄っぽいんだよね。鉄、まあでも木の、なんだろう、炭化した木、やっぱ熱持ってるからね。だから焦げっぽいような、真っ黒っぽいような木が多いんで、超お手軽、グラファイトで一発塗り。塗っちゃいます。塗ってみよう。それっぽい、竹で作ったみたい。で、最後にね、ここは赤、赤だよね、赤、クリアオレンジ塗っていきます。で、クリアオレンジ塗った後に最後クリアレッド塗っていきます。ちょっと分かりづらいけどね、暗いところに赤のピットがクリアじゃ分かんないね。完成です。
どうでしょう、だいぶ雰囲気が変わったような、変わらないような。でもなんかそれっぽくなったね。いやー、このライト超綺麗、ぜひおすすめですので、皆さんもね、作ったプラモと一緒に並べて、飾ってみるのはいかがでしょうか。めっちゃいいよね、うん、こんな感じいい感じじゃない。というわけで今回はね、お手軽ガチャポン塗装でした。ほんのりやっぱね、塗るだけでもちょっと雰囲気変わるんで、おすすめですやってみてね。青欲しいわ俺、めっちゃ綺麗。というわけで次のプラモでまたお会いしましょう。バイバーイ。